皆様明けましておめでとうございます。ご紹介をいただきました熱海市長の斉藤栄です。今日は伊東川桜祭りに多くの観光客の皆様、そして市民の皆様お集まりいただきまして本当にありがとうございます。今熱海はおかげさまで多くのお客様にご来遊いただいておりますが、その理由は何ですか、よく最近聞かれます。私はそのきっかけは梅と桜の再生、これがきっかけになって、今日のにつながっているというふうに思っています。この梅と桜の再生に大きなご貢献をいただいた方が2人いらっしゃいます。1人は、大塚商会の大塚実会長であります。今からちょうど12年前ですが、熱海市が観光的にも財政的にも大変厳しい状況にあったときに、日本一の早咲きの梅と桜をしっかり売ることが熱海再生につながるということで、多大なご寄付をいただいて、5年間でこの伊東川の熱海桜と梅園の梅を再整備いただきました。そしてもう一人いらっしゃいます。これは日本花の会樹木医の和田博之さんであります。先般 NHK のプロフェッショナル仕事の流儀にも出演されて、多くの皆様ご存知かと思いますが、2000年の樹齢の桜、もうダメだと言われた桜を再生させた、今では桜の再生の請負人としても全国で引っ張りだこの方が、いらっしゃるわけですが、その方が梅園の今からちょうど10年前に梅園を3年で整備した時も、またこの伊東川が平成21年から整備をいたしましたが、その時にもその企画、また現場でも活躍いただきました。いつもその和田さんがおっしゃっていることは、50年後、100年後この木がどう見えるか、そのことを想定しながら設計をするんです。そういった方に手掛けていただいたわけでございます。大塚実会長、そして和田博之樹木医のお二人のご貢献によって、熱海の宝である梅園の梅、伊東川の熱海桜が生まれ変わったわけでございます。熱海の梅と桜の特徴は先ほど申し上げましたが、早咲き、これが何といっても特徴です。梅園の梅いつ咲いたか、昨年の11月22日、私は今回はいい夫婦の日と覚えました。そして伊東川の桜ですが、この桜ですが12月の19日に、基準木の花が、花を、つけました。もう12月の下旬には桜が咲くというのは大変、珍しい、貴重なことであります。普通桜といえばですね、4月になって、ソメイヨシノが例えば東京であれば4月なわけですけれども、もう今日スタートでありますが、今月1月末から2月にかけて満開を迎えます。私はまさに日本の花見は熱海からだと思っております。今日ご来園の皆様におかれましては、日本の花は熱海から、まだ今日はですね、まだ一部咲き程度でありますが、2度3度と足を運んでいただき、満開のこの熱海桜を楽しんでいただければと思います。今日はお寒い中皆様お集まりいただきまして本当にありがとうございます。